本題に入っていくんですけれども、本学の学習カリキュラムをこちらに示しました。1、2年生で基礎薬学、3、4年生で医療薬学、4年生から6年生で臨床薬学を学んで薬剤師を目指していきます。臨床に関する教育はですね、主に講義と実習があるんですけれども、今回は実習の方にスポットを当てたいなと思います。臨床に関する実習をスライドの矢印の中に示しました。1年生での早期臨床体験では、目的意識を持つために臨床現場である病院や薬局を見学します。4年生での実務実習事前学習では、大学内にて臨床の業務を実習していきます。5年生になると実務実習で病院 2.5 ヶ月、薬局 2.5 ヶ月間実習を行います。今回はこのスライドに沿ってですね、お話ししていきたいなと思います。まず大学入学前ですね、皆さんと同じ高校生の時なんですけれども、私が薬学部に興味を持ったきっかけはですね、薬ってどんな種類があるのかな、薬って危険なものとかあるのかな、こういう疑問や興味を持ったことがきっかけですね。私は家の近くの東海大学八王子病院の前を通ることがあったんですけれども、この時は何も分からず、薬剤師ってどんな仕事をしているのかなと思う程度です。無事大学に入学して1年生では早期臨床体験に行ってきました。この時ですね、初めて病院の内部に入りました。これが私で、奥にいる白衣の方が薬剤師なんですけれども、この時薬剤師の仕事内容を説明してもらいましたが、散剤、分包器、注射剤、クリーンルームなど聞いたことがあるような、でもよくわからない単語がたくさんありました。薬学は難しいんだなという印象は持ったんですけれども、この時はまだ他人事のように感じていました。で、薬学の勉強を重ねて、4年生では大学内で実務実習事前学習を行いました。ここではですね、粉薬や注射剤の調剤など臨床で行う基本的な業務を実習していきます。粉薬や注射剤は混ぜ合わせてしまうと、もともと何の薬があったかわからないなぁということを感じます。この時から私は薬を扱っているんだなという感覚を持ち始めました。ついに5年生となって病院実習に行ってきました。今まで外から見ていた薬剤師の世界に自分自身が入ってみると気づくことがたくさんありました。これは私が粉薬を調剤して、薬剤師の先生が奥で指導してもらっているところなんですけれども、1年生の時には分からなかったんですけれども、自分自身が処方箋を見て実際に調剤してみると、この薬は実際に患者さんの手に渡るんだ、この薬によって病気が治っていくんだと、薬剤師の責任の重さとまた重要性を感じました。また薬を間違えないための工夫がたくさんなされているということも、自分自身が調剤することで初めて気づきました。これは注射薬を患者さんの年齢や体重や性別や今まで投与された薬などいろんなものをチェックしているところ、またですね、注射薬を確認する上でのポイントで、色というポイントがあるよということを教わりました。これはですね、注射薬がいろんな注射薬を混ざすときに、色によって、どんな薬が入っているかなど分かることがあるよということです。このようにいろんなさまざまな実習を行う中で、どうしてこの色なんだろう、どうしてこの形なんだろうと、薬に対してさまざまな角度から考えられるようになりました。お気づきになった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私は早期臨床体験と病院実習で同じ東海大学八王子病院に行ってきました。同じ病院に行ったにもかかわらず、得たものは全く違ったと思います。どのように違ったのかを私なりに考えてみました。
まずですね、実際の医療現場を自分自身が経験して薬剤師業務を実習する中で多くのことを学べたと思います。これはただ病院で実習したからではなく、薬学の勉強を重ね、事前に基本的な業務を習い、大学内での準備をしっかりしてきたからこそ学べたと思っています。2つ目はですね、1年生から4年生までで学んだ薬や病気や人の体に関する知識がバラバラに存在しているものだったんですけれども、病院実習を通してそれらが重なり合い、これらのお互いの関係が分かることによってさらに大きな知識になっていったと思います。そして私は病気の人にとって薬剤師は大きな力になれると初めて実感しました。先ほど知識のお話をしましたけれども、技能や態度についても同じようなことが言えると思います。私の態度の中には物事に対する考え方や取り組み方を含んでいると思いますが、病院実習を通してこの態度の縁も非常に大きくなり、薬学生としてだけではなく人としても大きく成長できたのではないかなと感じています。これからですね、知識、技能、態度がさらに一体となり大きな縁になることで、私は立派な薬剤師へ近づき、たくさんの人の力になれているのではないかなと考えています。私は今このような勉強や経験を生かして立派な薬剤師になるために残りの大学生活を過ごしています。私の発表は以上で終わるんですけれども、実習の細かいことが知りたい方や、薬局でどのようなことをしたとか、そういうことを気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ後で質問していただけたらなと思います。ご清聴ありがとうございました。